とも中国内史世界史上有名な医学者、薬物学者、薬王とも称される。慶長軍河原県の出身。新東女によると、彼は7歳で学業を始め、日に暗唱すること戦時余り、百科学説に通じていたという。老僧思想、水保、数術に通じており、その一方で仏典にも精通していた。 彼は小さい頃から多病で、周りの百姓は皆貧しく、多くの人が病気を治すお金がなく死んでいった。そのような周囲の影響により18歳の頃から医学を志すようになり、一生が勤勉に研究実践を続けていった。数字にわたり、皇帝に召されるも、すべて孤児し、山中に陰遁して著作に先進したという。 医学書、仏道に今にわたる著作をなしたが、主著としては、備え急千金用方30巻、千金用方30巻の、両体著が知られる。千金用方は、すでに近代臨床医学の分類方法をとっており、中国史上最初の臨床医学百科全集とも言われる。千金用方は、千金用方の補完版であり、682年に完成した。 神仙家としても知られており、後世の同郷とたちは、仙人として尊崇した。薬場新人と尊称され、いがみとして、薬王病に祀られる。ありがとうございます。